これはアケミの月って言ってね、ミニ盆栽向きのちっちゃこいこんな花咲くんだ。咲き分けになるのいろいろ。あとアケミの月、うん、あとはねミニに最高いいんだけど、ちょっとねこれはですね、あのちょっと鉢がねあちこちボロボロくそになったんでね、うん、これもうあの見にくいんで、これねあの あれなのさ、陶芸教室の人が作ったやつだからね、これもこういうあの例えばそれで一番わかるのはね、うん、これあこんな穴なの、うん、陶芸教室の人はこれはね鉢も使えません。なるほどね。これ割ります。水の逃げるとこもないしね。ないの。なんですけどね、これねこうやって置いてね、うん、風でねパターンと倒れたの。あしてここ折れたの2本。あそうボキって、ちょっとなんかしとけばよかったんだけど、うん、倒れるよね。だからねこれはどうしようかって今風でぶっ倒れちゃって頭折れちゃった、ちょっとねきちっと置いとけばいいやつ。ちょっとまず草も取れないわ、しっかり生えちゃって。今そんな根っこいあれアリシもいいの。いやこれはさ、うん、あの根自体はね、うん、バツバツ切るわけでないから。ああそうなんだ、うん、これだけこれ、うん、これだけねカリカリになっても元気いいでしょ、うん、だからねこれは相当鍛えられてるわけよ。へ鍛えられてるっていうか耐えてるわけ、うん、だから絶対痛まないよこういう木は。除草剤でもかけなかったら枯れないよこれ本当。こうやって置いといてねこれ水かけても生きてるよ。あこれだけのねたくましさでね、これ鉢小さくて水入んなかったりしてるでしょ、うん、だから根はねこれ全部生きてないね、うん、これ見たらわかるけど。あそこへこの根はこれね、うん、これはここに来てるけど、うん、これを置いとくか置いとかないかだけど、うん、こんなとこにこうぶら下がってるのおかしいから、まあ、これ取っちゃうんだよね、うん、これがもしいずれ取るにしても、うん、根のように見えるんだら置いといてもいいけど、うんまあ、これがちょっと立派に見えるからね、うん、まあね、こっからこっちは枯れてるんですよ、うん、だってまあちょっとそんなにひどく今のところ色そのうちこれ真っ白になってさ、ね、あ色違ってくんだ。変わってくるから、そしたら取るようにしてさ、今はこれ働いてるのはこれとこれだけ、うん、だから この上の3本だけが働いてね、あこっち枯れてるんだ。結局頭がねこれを生かせば生かしたでこれ芯になるんだけどね、そうすると下が強すぎて上がなかなか精油大きくならないんだよね、うん、だからこれはですねこの枝これあちこち枯れたけどこれは折れたのは仕方ないから、うん、今度はねこの余分な枝をもっとね透かして、うん、そしてもっともっと水が上に行ってねこっちの方が元気いくなるようにね、うん、これはあれでします。剪定の魔術師剪定してねまず7割方落としちゃうわ。あどれこれはねちょっと今、うん、これに植えるわけでないんだけど、うん、ちょっとこれ大ね大安定感するんです。こんなに大体に置いていらないんだよね、うん、で太いとこの要するにこういう枝なんですけどこれでねこういうんでしょ上から見ると、うん、そうするとさ混み具合って言ったら分かるけどこれなんかすごい混んでるでしょ、うん、これ3本出てるんだよねこっからこう。ああ枝がね、うん、だけどこちらから一応こう眺めるどっちから眺めるにしてもこれが濃いからねこれが。そうするとね、うん、この一番ね太いやつ、うん、これで言うとこれなのさこれ。あこれをちょっと逃げてね、うん、これ落としちゃうのまず
そうすると木型が見えたでしょこれ、うん、それでこの今の枝落としてこういう風になったんだわ。そしたらさ、まだこれが厚いんだよね。全体的から言うとこれも今落とすけど、うん、これはまだ厚い、うん、っていうことはさ、この流れからいくとこれはどれ落とすかな、これを使うかなと思ってですね、真ん中のねこれを落とします。これとこういう風になる。そしてこうしたぶら下がりを落として落とすよ。じゃこのボリューム感としてはこんだけのボリューム感だよね。それでもちょっと多いの、これが長すぎる。なるほど。それでこれ長すぎる、これだけでいいんだよね、うん、そうするとこれを落とす。そしてこれを落とす。こんな感じでね、これでこういくんですよ。それでここの密度ね、これ密度もやっぱりねこれ濃いんですよ。でこれも全部まあ透かせるけど ね、 なるほどね、かなり密度濃いからね、こうやってこう下の木がね、うん、こう見えるぐらいに、うん、まあこの木の場合ね、みんなそうやってやるもんでないけど、うんうん、なるほどね、これ今頭を作り直すからさ、うん、ちょっと他のところに栄養を持ってくるように、うん、ちょっと風の被害だからさ、うん、倒れたおかげで分かる時もあるからね。倒れた時にはない方がいいななんて時あるから、ね、そうそうそう。いや今まで気がつかないでほったらかしだった、ね、こんないい木があったのかっていうのがね、うん、あるからね、うん、だけどこの木はあくまでももうこれだけねベロッとみんな見せてたらね、うんうんうん、もういいも悪いもないんだよね、うん、とにかくこの形がちょっと変わった形で値上がりで、うん、それでこう変形木だいわゆる、うんうん、まあ、それで見てくるしゃあねえね。将来どうにかしようと思ってもなかなか大変なんだよね、こうなってくるとね、うん、だからこの木なんかは本当はねこっからこういう風にしてこう下げてって、なるほど、そういう作りもあるんだよね。ちょっと分字風にして、うん、分字風にしてこれを思い切ってガクッとここにねノコ目を入れるわ。ああ、そんなこと言ってもなんともねえの、うん、薄いノコ入れてね、うんうん、そして曲げんの、ま、引っ張るのこっち、うんうん、そうするとここのとこがねクッと下がるでしょ、うん、あまりやったらこっち折れるから、うんうん、こっち締めないとダメ、うんうん、ここにギザギザ入れて、うん、軽くこうやってやって、そうするとね、まあ何年かかかるけどこの枝ビーンってこうなるよ。あ、そういうふうに作ったのいっぱいあるよ。そこもくっつくの、あ、ここのとこ傷ね、ノコ、うん、で切って、うん、これとこれふっつけたらこう癒着しちゃうもん。あ、そうなの、うん、皮と皮へー、黙っといたら癒着しないよ、うんうんうん、傷がついてこう、うん、いずれ、まあ、傷はなえるけど、うん、これ傷ノコ入れるの、あ、ほん、あの折れたやつがくっつくみたいにくっつくんだ、くっつくよ、へー、ノコ入れちゃうの、ノコ、うん、目ってね、そうすると、ま、ノコ入れると曲げやすいでしょ、うん、空気キュッてね、うん、それ調子乗ったらポキッていっちゃうけどさ、うん、それを気をつければいいんだよ。これね、もう来年のね花芽用意してきてるよ、来年の花芽、うん、だからこうやって残したやつに来年花つくよ、うん、ねえ、そんなにひどいさばき方してないからね、うん、そうだね、うん、ただちょっとぽやぽやっと白根取っただけだ、うん、で一応ここのやつはいいんですよ。今度はね問題はこれ、これをどうするか、うん、でこれはさ、こっからね取っちまおうかと思ったの、うん、いっそ、うん、これ太すぎるから、うん、取ったら取ったでなんかこういいでしょこれ、うん、ここの味わい取ってしまうか、それともこの枝を2本抜いてここのとこ空間開けちゃおうかと思った、うん、これ取っちゃうの、これとこれ、うん、だからここガーッと開くわけさ、うん、これ今これ塊でしょ、うん、こういう風にしてだから木が見えないわけだから、これをね今どうしようかと思って考えてたんだけど、こっからいっぱい出てるの、こうやってこれこういうとこから一箇所からいっぱい出るのをね、うん、なんとか枝って言った、車枝、車枝はやっぱりねなぜダメかったらね、うん、
その出たとこ太っちゃうの、うん、ああそうだね、そこだけ小腹のあれ見たくなってブグッとなっちゃうんでね、うん、ここばっかり太るから車枝はね早め早めに取っとかなきゃな、うん、でこれはどっちかったらそれの傾向があるわけさ、うん、ここら辺の木も太くなってるしょ、なるほどね、それで葉っぱも多いでしょ、だからどれかね抜くか、うんと寂しくするかどっちかだ、で今回はさ、うん、ちょっとまずねとりあえずね寂しくしてみるわ、でダメだったら後から抜くと、うん、でねこれも例のごとくこうやって3本出てでしょ、うん、で基本的なこと言うとねこれ3本のやつはさ、ね、真ん中いらねえんだわこれ、こういうやつポンと抜いて、それでちょっとこのラインから行くと、うん、もうこの高さ低く作ってね、それでこれ中の混み具合を見てちょっと吸いとく、かなり吸いちゃうよこれ、ここにいっぱい葉が欲しいから、うん、本当は何もかけない方がいいの、うん、本当はねかけると出方遅くなる、うん、なるほどね、その防ぐためになるべくこっちの方を痩せてね、うん、スカスカにしとかないとね、うん、ダメなわけさ、それでこっちの木の場合はこれ針金かけてこれ将来ずっと欲しいんだけども、うん、ここは折れて枯れちゃった、うん、倒れて、でこうやってこうでしょ、だいぶ枝見えてきたでしょ、うん、スーッとね、うん、そうするとさこれも剪定で枝見えてきた、そうするとこれがねなんとなくここの空間が濃いね、濃いでしょ、だからこっちの枝を取るかこっちの枝を取るかでどっちかいらないんだよねこれ、うん、これ取るか、うん、これ元からこれいらない、これでいこう、これでいこう、これいいでしょ、うん、それでこの辺から今ここからも出るしね、うん、これ出てきたらここでふっと可愛らしくなるから、とりあえずあれだわ、木見えた方がいいでしょ、まあね、まあね、ね、ね、うん、でここをさ薄くするとなお綺麗に見えるでしょ、うん、そういうあれに行こう、今回のあの剪定の流れはやるんで、今度はこの枝この枝、うん、下枝だからボリューム感あっていいけど、うん、ちょっとありすぎ、あボリューム感 ね、だからこうやったらこの間もねもうこれ上にふっついてきてるでしょ、うん、だからねこれはねやっぱり上とふっついたらここの空間なくなるでしょ、うん、それでなるべくこう落として、そういうとこを削ぐとその反対側からも出やすいと、これらにみんなこれ元気いいし、うん、どん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 今度はね、うん、ちょっとあれだよ、あの寄り道も寄り道の方が多かったけど、うん、今度はこれ寄り道してもさ、うん、あまりうまみないからだいたいこう上に ね、こっちでも引っ張ってるから何とか、うん、行こうとするから、うん、時間はかかるけどやらなきゃダメな、うん、時間はかかるけどやらないと、うん、だんだん上が枯れてくる、なるほどね、そこっかり元気よくなる、そばっかり元気、これ仮にですね、うん、ふと思ったんだけど、うん、ここでバチンと切っちゃってね、うん、そしてさキューッと上げて、さっき言ったようにここにくさび入れて、うん、これ一本だけ、うん、キューッと下げるのもかっこいいと思ったんだよね、うんうん、それにはねちょっとあの人間の寿命が間に合わないあそうかい、うん、それは相当時間かかる、だから3年とか5年の問題でね、うん、ゼロ人つくぐらいだから、ね、あそうかい、うん、そんなね3年や5年でできないからね、目的がはっきりしてれば、本当はさこういうのをやる人はね、うん、あの年数関係ないんだよね、うん、必ず、まあね、確実に自分の思いになっていくんだから、うん、経験のある人は、そうだね、だから完成なんてないんだわ、うん、だからこういうふうにして、あれよ、将来を夢見てやってるわけだから、うん、だいたい途中で挫折するあ、そっか将来夢見てやってんだよみんな、うん、これは後で鉢吟味して、ちょっとちっちゃいのね、うん、これはちょっと小さい、まあ素焼きでもいいんだけどね、うん、なんか鉢探せばあるでしょ、うん、まあ一応こういう感じでね、第一段階はこれでちょっと様子見ましょう、はい、こういう木です、はい、面白い木でしょこれ、うん、ね、うん、これはね明美の月って言ってね、
こんなミニ盆栽にも向いてるの。あ、花はこんなんでね、いろんな咲き乱れる、うん、ピンクと白と薄紫が3色合体に出るよ。明美の月、はい、以上、はい。